お申し訳ないな、人思うて。はいはい。おどうや、最近。ああ、まあ、あの、うん、変わらずという感じなんですまあな、お前、去年映画何本主演したおぉ、4本。ドラマはああ8本。CM は ?2 本。すごいやんか。いや、まあまあまあ。ありがたいことに。おあそうですね、嬉しいですけどね。俺はもう、二階堂翼っていうお前のブランドやねん。はい。で、お前、今後どういう展望考えてるいや、まあ、あの、 変わらず行きたいですけどね。それはもう二回と翼としてどんどん役者として大きくなっていくってことやろうもっと大きな仕事もやっていきたいなと思って。もう完全に二枚目や。はい、な。なんで、これやっぱりあのー、キープするの大変やね。あわかるやろ。うで、そうなった時俺やっぱ一個変化つけなあかんと思うんだよな。うん。まあ、それが歌手デビュー。 えうん。いや、考えてもなかった。それなら世間が喜ぶよ。あの二階堂翼が歌手デビューするって言ったら喜ぶよ。ああ、でも、うん、まあ歌唱力は、まあそれなりには自信はあるんですけど、うん。まあ歌はいけるよ。全然。いや、もちろん、ある俺は、ただただ、あの、歌手デビューさせようとか、安易な考えじゃない。ちゃんと練習して、稽古して、やるから。え,えそれは。いや、なんかありがとうございます。その代わり来年はちょっとセーブする。だから役者業。あ、え、もう歌手として。 なんか興奮してきたやろいや。いや、想像もしてなかったんで。そうやろ。でもな、やっぱやな、こう、二回堂翼っていう二枚目役者が、あのー、なんて言うんかな、急に歌手やるってなった時に、二回堂翼のままやっちゃってええかどうかやねん。ああ、え、なんか誰イメージとかあります <laughs> いや、それこそ過去いっぱいおるやんけ。ソイマチ堺さんがそうだって。<laughs> ほんで、まあ、もっと、例えばもっとおるわけやし。福山さんとかですかあ、あれは歌手やねん。 ああ、なるほど。歌手から俳優みたいな。そう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 。お前あくまでも役者から歌手やねん。なるほど。俺別に役者。軸は役者でってことですそう。で、2発ぐらい当てたらそれでええと思ってんねん。ああ、わかるやろ。この感じ。ほんで、でもやっぱそこ2回の翼で行っちゃうのはどうかなと思うねんか。はい。その時のあの、なんていう、名前をジャンボにしようと思って。ああ。どうえ、なんすかジャンボ、ジャンボ。ああ、でも、ジャンボあ、でもかえ、 あ、あでも変えすぎて誰かわからんかったらよくないなと。<laughs> <laughs> それ、顔が、顔が二回の翼やねんから、あジャンボっていう名前でやって。で、俺ちょっと考えてて。はい。それをなんかドラマとタイアップできへんかなと思って。ああ、あの、主演してるドラマを本人が歌うそう。いいですね。かっこいいですね。<laughs> お前今回な、二回、二回の翼としてお前も五5年やってる。はい。お前がこうデカなってたら誰の方がゲやねんあ。 そうやろ、はい、俺のプロモーションの鍵は全部お前、だってお前本名ちゃうやん。やっかってるだけですね。本名言えや。全然ちゃうやん、ね。え、<laughs> ちょっと待ってください。うん、そうやろ、はい、二回路翼じゃないわけやん。はい。でも俺がお前にとってイメージを作ったん。全部直感やん。二回路翼や。ほな案の定バーバー当たって5年間大成功やん。<か> <laughs> 僕、もともと道元正しで行きたいって言ってましたもんね。言ってた。道元正しはダメやと。や二回路翼。んすかそれって言いましたもんね、そうだから今回歌手でジャンボやなんか例えば翼スラッシュとか、なんかそういうの。それは意味やからん。 ああだから、例えば、ジャンをひらがなにして、棒を、なんか、売り棒の棒にするとかもあるよな。まあ、坊主の棒やな。ジャン棒ってことそうそう、ジャン棒もええなも。ちょっと違いすぎて、<laughs> なんかちょっと残したいっすよね。何残したいのなんか、例えば、ああなんかスピードの人絵さんやったら人絵図んなムーブとか、<laughs> 残しようじゃん。人絵図んなムーブ。あったな。で 稲垣吾郎さんでも、あんジーって,ってあー、あったな。ジーって五郎のジー残してるじゃないですか。残してるな。ジャンボはでも残ってなさすぎて。おい、や、それ二回の翼がジャンボってのめ,めっちゃええ、ね。いや、もう直感で決めたから。うん。全部直感や、俺は。わかりじゃあ,あー、ジャンボか、そうっすね。うん。で、いろいろ考えましたもん。あ、もう俺が決めるから。な、二回の翼も俺が決めて全部最初のお前の売れたきっかけも全部俺や。な。うん。 翼スラッシュかジャンボーかじゃあ考えときます。翼スラッシュありへん。うん。で、俺が決めるから。お前ジャンボーや。信じていいですか当たり前や。いいんですか本当に。うん。まだ目がなるから。意外役者として。確かに。僕、拒否権ないんで。そうやろ。はい。ほんでまた役者に帰り咲くね。わかりました。ほら、よ、もっと大きなるわ。ありがとうございます。なんかきっかけいただいて。最初に違和感あるぐらいの方がいいって言いますもんね。当たり前。ありがとうございます。うん。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。 あいつででまだもうう一儲けできそうやなどこが二枚目俳優なんだよ <laughs> なんでそのカツラ選んじゃったんだよ二 <laughs> 枚目俳優っていう設定だったんだからさなんでそのカツラ選んじゃうんだよ<笑>,笑っちゃうじゃねえかよ <laughs> 俺も笑っちゃったんだよ間違えたと思った間違えたあっちがうカツラ間違えたと二 <laughs> <laughs> 枚目俳優じゃねえじゃねえかよ <laughs> 二枚目俳優がその CM するってこと始まっちゃったら脱げねえじゃんか。ジャンボっぽいじゃねえかよ。<laughs> ジャンボっぽいんだよ、これ。二回と翼の方が今なくったんだよ。もう始まったら脱げないんだよって。何に取り直さないんだよ。<laughs> まあいいけどよ、別に。一発撮りの精神でやってるから。まあな。<laughs> 仕方ねえんだって。あ、まあ。単独ライブ、ジャルジャルタワー2021開催決定詳細は概要欄にて。ぜひ見に来てください。 ぜひ読んでくださいジャルジャルに興味あるやつネタサロンなんとゼロから新ネタを作るやつというコーナーもあります過去の単独も見れますゼロからジャルジャルがネタを作ってるとこを見せます入ろうかな入れないかなああ入らるどっちインスタグラムもやってるよ ジャルジャルアイランドもチェックねてめえ誰だよジャルジャルタワー